目元は濃いめのアイライン。つけまつげは3枚重ねがポイント。同級生とか、前に会って声かけてもう気づかれなかったり。大変身アイテムのこのつけまつげ。実は100円ショップのお買い得品を1ヶ月間使い回し。使っている化粧品もほとんどが1000円以下。 ギャルママは超節約奥様なんです。完成です。この日、返信にかけた時間はおよそ1時間。<laughs> 気合が入っています。その生活を覗かせていただくと、風呂のお湯は最低ラインしか貯めません。さらに、残り湯は洗濯に使い回し。 食器用洗剤は水で薄めたものを使っています。ただ、夫は歯磨き中、水を出しっぱなし、これには怒り浸透。なんかもうちょっと協力してほしいですね、節約には。なんか一人が頑張ってても、一人が頑張ってないとプラマイゼロぐらいになっちゃうから、やっぱり光熱費とかは。<laughs> それでも、食費は家族3人で、一月およそ2万5千円。 あっうまい,、うん、いそんなギャルママの夢はうあれから8年夢は大家族と語っていた節約ギャルママを再び訪ねてみると子供が5人に増えていました ここなんか、のハンバーグみたいな形にするだ。私、聖徳太子みたいですよね、みんなからすごい声かけられて、全部聞かなきゃいけないのこの厳しい世の中で、お母さんたちは一体どんなやりくりをしているのか、そのお財布の中身をちょっと拝見。やるままの八年後、どうなってるのお母さんの財布七十二。 今年1月こんにちは足立区にお住まいの泉ゆりかさんを8年ぶりに訪ねました子どもたちは右から小学3年生の長女ルアちゃんこちらは小学1年生の長男テッシンくん次女のココナちゃんは4歳 わんぱくざかりの次男、ゼンシンくん2歳そして生後2ヶ月のコ進シくんそう、ゆりかさんは5人の子供を育てるお母さんになっていましたルアを妊娠してからずーっと妊娠してるかおっぱいあげてるか妊娠してるか授乳してるかっていうのがずーっとずーっともうずっとです 泉家は建設業を営む夫の旬之助さんと犬の,の之助の家族7人と1匹で8年前と同じ 2DK の賃貸アパートで暮らしていますすごくないですか人口密度 <laughs> 泉家の1月の出費を8年前と比べてみるとやはり家族が増えたおかげでそれぞれ上がっていますが 食費はわずか5,000円アップの3万円一体どんな暮らしぶりなのかちょっと覗かせていただきました朝7時泉さん家を訪ねるとゆりかさんが子供たちを起こしている真っ最中2歳の善心くんはちょっとぐずり気味 ご主人はもう行った時分ぐらい早いですね早かった建設会社の社長になった俊之助さんは朝が早いんですみんな起こしたらすぐに朝ごはんの準備この日はご飯にしらすをのせて醤油をかけたしらすご飯とインスタントのコーンスープ朝は手間いらず 授乳今どのぐらいおきいで。一時間に一回です。で<ー>夜も。夜も。<laughs> 夜も一時間に一回だし。前が昨日は夜泣きしたし。でもみんなそうなんじゃないかな、お母さん。お母さんは大変だ。子供たちが朝ごはんを食べている間に。小学校に通う二人のランドセルの中をチェック。すると。こぼした。ああ、もうやだ。 全身くんコーンスープをこぼしちゃいましたスープがだいぶ減っちゃったねもう洗濯もします休む暇はありませんこれがあるから楽でしょ <laughs> 前は手で入れてたけどそう8年前は残り湯を洗面器ですくっていました 洗濯機が新しくなったんですねいつもいっぱい回すからすぐ壊れちゃうらしい大家族の洗濯機って家族が7人に増えた泉家一日に3回洗濯機を回しますだからベランダはいつも洗濯物だらけこんな感じで泉家の1月の水道代は 8年前の1.5倍で6300円朝8時前上の3人を小学校と幼稚園に送り出したら大事なメイクの時間でも私すっぴんで歩いてるだけなんかおじいちゃんに間違えられたことあるから <laughs> <laughs> 20代の頃のメイクと30代を迎えたメイクって何か違いますううん 高校の集まりの時にいつまでその化粧するのって言われた <laughs> 死ぬまでだよつけまつげはきれいに洗って1ヶ月間使い回し今も節約メイクのゆりかさん取材中育児の苦労を私たちに語ってくれました今5人子育てしてるけど 2>,、はい、2人子育てしてる時が一番つらかった 手伝ってくれる人もいないし、ロアが今やってくれたりするけど、その時はいないし、だから一回、なんか、息が吸えなくなって、だからなんか、ここにできちゃったんだなと思って、病院に行ったたら精神安定剤を出されたの <laughs> なんか、だからその、なんか精神的なやつらしい、その息吸えなくなるのが。今でこそ、元気なゆりかさんですが、つらい時期もあったんですね。 ありですかだって泣いてるし <laughs> 一番下のこうシンくんが泣き出したので今日のメイクはここまでかかった時間はおよそ30分ちなみに80%の出来なんだとかそんなゆりかさんが向き合っているのはかけいぼ楽しいの。 空いた時間を見つけては買ったものの金額を入力これ10年以上ずっと続けているんですちなみに8年前家族3人の1月の食費はおよそ2万5000円でしたが今は3万円ぐらいい安家族7人で食費は驚きの3万円その秘密を探るため ゆりかさんのお買い物に密着やってきたのは近所のスーパーあブロッコリー安いブロッコリーは特売品で88円この日は火曜日恒例の特売日いろんなものが88円なんですキャベツ大根バナナどれも88円でお買い上げゆりかさんは 特売日を狙って一週間分まとめ買いをしています箱も1つじゃ足りません家族七人牛乳が減るのも早いんですするとお買い得品を発見 1> 卵一パック九十九円。これを見逃すわけにはいきません。買ったのは二十四品。合計四千六百九十一円なり。ここで取り出したのは足立区のプレミアム商品券。二万円で二万五千円も買える。プレミアム商品券。 子育て世代を応援する商品券を使ってさらにお得にお買い物家に帰れば夕食作りこの日のメニューはハンバーグです簡単な料理はいつも子どもたちと一緒に作るそうなんですが。 かか。ら入ってませんかこのハンバーグみたいな形にするんです。私、聖徳太子みたいですよね、みんなからすごい声がかけかられて、子供たちのお手伝いは大騒ぎ、お手伝いは教育のためとはいうものの、一人でやったらすぐ終わるんだけどなゆりかさんが忙しくて手が離せないときは、長女のルアちゃんがみんなのママがわり。 赤ちゃんの怪し方もお手の物です。<laughs> 8年前、ゆりかさんは食器洗いの洗剤を水で薄めて使っていましたが、今は。薄めてる。<laughs> 今も相変わらず。<laughs> うん、薄めてます。なんかそれびっくりされたんだけど、薄めてません。私、お弁当屋さんみたいなところで一回働いてて、薄めるんだよって教わって。 節約は小さなことの積み重ねが大切なんですそんな話をしているといつの間にか椅子の上に全身くんが危ないやつよするとあらだからやっちゃいましただから言ったじゃん倒れるよって大丈夫お母さんは一瞬たりとも気が抜けないんです この日のメニューはブロッコリーとゆで卵のサラダにキャベツサラダそしてフライドポテトとハンバーグ1人前およそ180円いただきますどうぞ召し上がれ夜7時夕食ですみんなで作ったハンバーグのお味はうまい 泉家の食費は月3万円子供が5人になっても5000円アップで抑えていました夜9時お休み前の決まりごと歯磨きゆりかさんは子供たち全員の仕上げ磨きをしますあれね 洗面台の水が出しっぱなし8年前も旦那さんが出しっぱなしにしていて節約に協力してくれないと怒っていましたがそう水出しっぱなしパパはいまだに出しっぱなし歯磨きが終わったらみんなで寝ますでもこの部屋布団を3枚敷いたらギュンギュン旦那さんはあっちです ソファそう旦那さんが寝るのはこのリビングのソファー7人家族になって部屋が手狭になったのが悩みの種おやすみ、ね、この日家の中の不用品を処分するためやってきたのはフリーマーケットフリマは何回ぐらいやってるんですか4回ぐらい <laughs> 今日はいらなくなったおもちゃや洋服をずらりと並べます泉家の子供たちのイチオシは1回100円のお玉すくいお玉に乗る分だけおもちゃが取れるとあって好評ですこれ新品で使ってないんですけど1枚ぐらいするんですえっ飯用飯用飯用まだ開けた今日開けたばっかり。 使わなかったマッサージ機が円で売れちゃいました。マッサーその後もまずまずずの売れ行き気になるこの日の売り上げは出店料の2500円を引いても9000円以上の利益です イエーイ <laughs> ありがとうございました。実はこのフリーマーケットただの小遣い稼ぎではなかったん。です。この日、図面を手に現れたユリカさん、ただいま家を新築中。ま、何よりあれだね。洋服がしまえることがいいですよね。そして今年6月泉さんを訪ねてみると。 ついに新居が完成していました。<ー>5人の子供を育てる節約ギャルママの泉ゆりかさん31歳。この日、図面を手に現れた場所は。新しいお家が建つとこです。<ー>なんと念願かなって新居を建設中。ついに手狭なアパートから卒業しようとしていました。 まあ何よりあれだね洋服がしまえることがいいですよね。日々の節約にフリーマーケットで不要品の処分、その成果がついに実りました。そして6月完成した泉家の新居を訪ねると。おはようございます。おはようございます。社長です。1階には会社を経営する夫俊之助さんのオフィス。 2階は23畳のリビングとキッチンさらにたくさんの食料が保存できるパントリーそして3階にはゆりかさんの部屋と子どもたちの部屋も広くて嬉しいコロナで学校が休みになっていた期間 子供たちは家の中で鬼ごっこやかくれんぼをして遊んでいましたこの自粛中ユリカさんがやっていたのは時間割です子供たちがだらけないよう毎日時間割に沿って生活していたんですお母さんが教えてくれるのうんそうですすごいです、ね ままだ教えられます <laughs> 4年生ならまだ教えられますこの日は屋上でバーベキューと水遊び外出自粛のストレスもこれで発散お金もあまり使わず一石二鳥 多分私、ずっと思うんだけど、80歳とか90歳とかになって、自分の人生を振り返ったときに、多分今が一番幸せだったなって思いそうな気がしません新型コロナで大変だけど、持ち前の明るさと節約術で、今日も頑張るゆりかさんでした。